蝶祐介神社は、伊勢神宮皇大神宮の別宮である、滝玄宮の所管者である。本項目では、蝶祐介神社に同座する、川島神社についても記述する。滝玄宮の所管者は、当社と若宮神社、川島神社の三社あり、三社とも、滝玄宮の境内に鎮座する。三重県渡来郡大旗町、滝原の滝原球宮,宮域内に位置し、 滝玄宮本宮の右側に鎮座する。滝玄宮境内の神社は、滝玄宮、滝玄、奈宮、若宮神社、長雄介神社、川島神社の順に参拝するのが習わしである。長雄介神社は、滝玄宮所管者三社のうち、第二位である。西向きに鎮座する。長雪の音が、長生きに通じるとして、江戸時代には、長寿を祈願する参拝者で賑わった。 神宮洋行によれば、社殿は、神明作りの板武器であり、一重の玉垣と玉垣五門を有し、一騎の神明取りが立つ。江戸時代には社殿しかなかったという、祭人は長吉助が編み、竹玄宮の御家を司る神とされる。大宮長子では、長夕助が留め行きに類似していることから、とゆけ大宮との説があるとしながらも、祭人不明とし、途中で、 お伊勢参りでは、長吉助神としている、と解説している。ここで長吉助神は豊家大宮の分霊である、可能性を指摘している。多岐元宮所管者三社のうち、第三位である。正殿は中絶し、長雄介神社に同座する。祭神は、川島神。大宮長市では、祭神不明とする。川島神社は、干渉以降、社地不明となり、節抹茶最高が、 盛んに行われた江戸時代にも、不明のまま再興されず、明治時代になり長吉助神社と同座させることで、再興された。大神宮儀式会では、滝玄宮南西の立川あたりを社地と推定し、神宮文庫小像の滝玄宮行域の図では、奥良付近に、川島社と記しているが、社殿は描かれていない。二社とも、創建年代は不明である。研究三年の、 高尾神宮年中行事6月23日上に、祭り氏が並宮を参拝した後、川島、長雄介、天和神谷を参拝した旨が記述されているが、これは荒木田氏常が干渉5年に過筆したものである。漢文2年より、若宮神社、長雄介神社は、江戸幕府による神宮式年遷宮の対象となる。また1889年以降は、 神宮寺町の造営となる。蝶祐介神社は、江戸時代まで、若宮神社と同じく南向きに鎮座していたが、1874年に西向きに変更され、それまでなかった玉垣、玉垣五門を設置した。またこの際、川島神社を蝶祐介神社に同座させることとした。蝶祐介神社、川島神社は2014年11月に建て替えられている。 それ以前の戦座は1910年5月のことである。ありがとうございます。